12月4日です、今この食料バッグですね、フード1から、フード2ですね、食料バッグフード2に、切り替えました。なんかすごい、うわ焼き鳥です。ということで通常1バッグ2週間なんですが、僕の場合は26日間ですね、もう3週間1ヶ月近く1つのねフードバッグに収まったっていうか、もうちょっと食べなきゃいけないんでしょうかね、あんまり食べないので、やっとなんか26日で、フードバッグ1を消化しました。これから楽しみのフードバッグ2です。いろんなのがね、入ってると思うんで楽しみです。